みなさん、こんにちは。スワニーちゃんのしほです。はい、というわけで今回ですね、オリンピアっていうね、雑貨屋さんに行ってきたので、そちらでね、2学期のね、文房具を買ってきたんですけど、まずそちらの動画見てください。で、やったことないか、分かんない。これで流れるんだよね。はい。はい、というわけでどうだったでしょうか。でね、もうね、動画見て分かった人も多いんですけど、かなりシンプルを買いました。今回ハッシュタグみたいなのがはやってるじゃないわ、ハマってて、シホの中で流行ってて、でね、結構ね、ハッシュタグがついてるのいっぱいあるんですけど、楽しみにしててください、どんなのがあるか。じゃあね、一つずつ紹介していきます。まず小物から紹介します。まずこちらです。じゃらーん、じゃらーん。こちら、こちら一見バラバラに見えるでしょ。鉛筆？そう、鉛筆。そうじゃないんです。ちょっと並べるからちょっと待っててね。ほら、見てください。バラバラじゃないんです。あ、変になっちゃった。向きが。ほら、見てください。向きバラバラじゃないんですよ。向きじゃないわ。ほら、種類バラバラじゃないんですよ。ハッシュタグで揃えたんですよ。わかりますか？めっちゃ可愛いでしょ。私の名前に似合ってます。今。じゃあ次です。次はね、こちら。じゃーん。こちらは消しゴムです。はい、こちらはハッシュタグとか関係なくリミとを揃えて、リミがあの真ん中にいるクマちゃんで、塩がイチゴです。かわいいでしょ。これお揃いにしました。これは関係ないです。ほとんど、じゃあ次にこちらの下敷きです。こちらめっちゃシンプルだと思うけど、下にね、ハッシュタグ。こちらもシンプルです。あれ最後筆箱です。はい、ということでね、見たことある形なんですけど、こちらね、前ね、あの濃いピンクを持ってて、本当はね、新しい筆箱を買いに来たんですけど、リミにも相談したりして、やっぱりこれがいいかなと思ってこれにしましたね。新しくなくてちょっとね、つまんないかもしれないんですけど、私はこれが好きなのでこれにしました。めっちゃ使いやすいんですよ、これ。わかります？ガバって開くの。そう、俺こうやってバーンって入れて、バーンって入れる。定規とかはまだ新しいのがあるんですよ、まだ。だね、使ってないの。使ってるんですけどね。かわいい、めっちゃかわいい。かわいいですね。じゃあこれをね、新学期、2学期に使っていきたいと思います。よろめはつけないんですか？つけません。あ、今回つけないんですか？え、前つけてないの？つけてない。あ、つけないといいんだ。てっきり筆箱にもよろめつけたの。一回つけたことあるけどね、取れちゃった。取れちゃった。でこぼこだからさ、つけられないんだよね。確かに確かに。そっかそっか。あとシンプルが好きなの。なのでつけません。なんかピンクの方が可愛いイメージだね。前に持ってた濃いピンクより優しいイメージ。こっちの方が優しいイメージでね、可愛いね。めっちゃ可愛いと思う、めっちゃ気に入った。やばい、めっちゃ気に入りました。これ最高です。はい、というわけでね、使いたいと思います。はい、はい、というわけでね、もう一つあって買ったものが、この前ね、ひまちゃんと惑星ループを踊ったんですけど、私がね、あのめっちゃひまちゃんと踊りたくて、もう4月ぐらいからずっと言ってたんですよ。私のためにね、ひまちゃんが練習してきてくれてね、すごい嬉しいというか、ありがたかったというか、
めっちゃ嬉しかったのでプレゼントを用意したくて買ったのがこちらのお揃いなんですけど、こちらのねソフトクリーム型のリップとピアスみたいなイヤリングです。こちらもう開けちゃったんですけどね、開けちゃってひまちゃんにももうねあります。はい、というわけでひまちゃんありがとうございます、私のために覚えてきてくださりよかったね、うん、ありがとうございましたはい、というわけでね、今回はこちらのものを買ったものをね紹介してみました。どうでしたでしょうか。相変わらずピンクが好きですね、うん、確かに相変わらずピンクです。以上でございます。次締め方押されちゃってさ、家撮影がね久しぶりなんですね。久しぶりすぎて締め方忘れちゃった。あら、ここなんか1週間10日ぐらい、うん、家撮影してなくてずっと外撮影ばっかりしててね、久々の家撮影ちょっとどうやって締めるんだっけ。じゃあ今回はこれを紹介しましたって言って。今回はこれを紹介しましたで、ちょっと何年 YouTuber やってんの。グッドボタンとチャンネル登録お願いしますそれではバイバーイ。夏休みのこの楽しい、ね、期間をね、やばい感じかも、夏休みでは現実に今戻り中なのですみません、お許しください。ぐたぐたでした。楽しかったね、夏休みね、ま、もう終わっちゃうね、夏休みね。終わっちゃうよ、やだ。宿題終わってないね。終わってないね。やだ。頑張りましょう。みんな終わってないね、多分。焦って。終わってる人もいるよ。やっぱり几帳面な人はさ、ちゃんと最初の頃にピチッと終わらせて、遊ぶ。でもそれがなかなかね、しほちゃんなんかまだ工作もやってないしね。工作と一行日記が。やばです。でもまだね、しほちゃんたちは9月1日まで休みだから、まだちょっとあるんですよ。そうなんですよ。でももうちょっとだけどね。ね、あと何日？実は今日はね、20日なんです。そう。なので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、まあ10日ぐらい、あと10日と12日。まあでも10日ぐらい。10日と12日ですね。まあ。12日か、明日、今日は入れないで明日から数えて12日間です。あとでも全部ね、そうね、まあ何個かまたね、ウームのイベントとか、うん、ダンスの発表会とか、うん、あとお友達とね、うん、遊びに行ったりとかも予定が入ってるので、あと映画も見に行く予定です。美容院も行く予定なんだっけ。天気の子、天気の子をずっと見たいって言っててね、結局8月末になっちゃったけど、あともし行けたら髪の毛も切りに行けたらなということで、まだまだね、あと12日間いろいろあるんですけど、やばい、もう宿題する時間がない。いや、ありますよ、大丈夫です、心配しなくても。さすがに12日間全部予定は入ってませんので、もうすでに。ですよね、宿題ね、終わんなかった、夢見たの。朝夢なんだけど。乗らないように自分でしてよ。君ね、今日の夢ね、宿題ね、しーちゃんといっぱいしていい。そう、じゃあみんな2人ともさ、夏休みの終わりの方にさ、宿題に追われるんじゃないの。2人同じ夢を見るってことはさ、そういうことじゃない。やばいね、宿題に追われるんだね。でも、しほちゃんは毎年31日にやるんだよね。そうなの。最後の日になぜか。なんでだろうね、懲りないよね。ね、リミはトップに終わってんのに、去年なんか切羽詰まらないとできないタイプなのかな、しおちゃん実は、ね、だから私ね、一行日記3日からやってないの。なんでとこで孫の手が出てんのかな。孫の手が出てきてる。ね、3日からやってないんだよ、すごくない。やばいよ、覚えてんの。覚えてない。やばいじゃん。リミもやってないんじゃない、一行日記とか。いや、余裕ですね。余裕です。やってないだって。余裕です。余裕な言い方だよね。ね。仕事も余裕だよ。ね。宿題本当やらないとね。宿題もやんなきゃいけないし。ね。
2学期の用意もしつつ、はい、はい、はい、残り少ない夏休み、はい、楽しみましょう。はい、はい、楽しみましょう、はい、でもさっきもう閉めちゃったからさ、もう閉めれないんだよね。じゃあね、バイバイ。じゃあね、バイバイ。バイバイ。グミペア、存じたおやつ。